まずは秋山さん、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。いやー、それにしてもあの場面、土壇場で大きな仕事をやってのけられましたね。そうですね、まあ、前の、イニングからピッチャーが本当しっかり抑えてくれて、まあ、最後ツーアウトから堂林がしっかりフォアボール取ってくれたんで、いい形になってよかったです。諦めない球場のムードも伝わっていたとは思うんですが、ツーアウトから堂林選手フォアボール、どんな気持ちで打席に入られたんでしょうか。いや、もう一人で決めるとは全然思ってなかったんですけど、まあ、とにかくもう思い切ってもうアウトになっても仕方ないと思って、まあ、それを、表現できたかなと思います。そして打球がスタンドインしました。あの時のお気持ち、秋山さん、いかがだったでしょうか。いや、もうレフトも下がってたんで、もう取らないでくれとでも入って、皆さんの歓声が聞こえてホームランだと分かりました。その後スタンドの盛り上がりも相当だったんですが、秋山さん、ナインの祝福、そしてベンチに下がった後、どんなお祝い、そんな光景広がっていたんでしょうか。あの利根が僕のことを持ち上げ続けるんで、ちょっと地に足ついていなかったんですが、まあ、あれぐらい、まあ、前のイニングしっかり抑えてくれたんで、まあ、よかったなと思います。しかし、あの昨日今日と接戦で、しかもこういう雨の中、本当に粘り強い戦いが続いていますが、秋山さん、チームの雰囲気どう見てらっしゃいますか。いや、まずは昨日の、まあ、悪天候の中が、ここで試合をやれる、環境を作ってくれたグランドキーパーの方のおかげで今日皆さんが見に来れてるんで、良かったと思います。さあ、チームの流れもどんどん良くなってきました。最後まで諦めなかったファンの皆さんに、最後秋山さんから一言お願いします。いや、本当に、まあ、苦しい試合もいっぱいありますけど、こっちに来てから、たくさんちょっと待ってください。嫌な顔つきがちょっと、はい、なんか後ろからコンコンってノックされ、いや、なんかわかんないですけど、ちょっと、はい、なんか皆さんのざわつきがテレビで見たことあるやつだなって。秋山さん、お言葉ですが、広島では普通の光景。あ、そうですか。です、はい。まあ、とにかくホームで勝ててるっていうので、皆さん喜んでいただいてると思うんで、それを続けられるように、34歳これで締めくくったんで、明日からまた新しい、35歳という年をいい1日から1年間にしたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは秋山翔吾選手でした。そうですね、